護衛ですか？うん、地下水路のモンスター調査なんだけど、ギルドとしてはダンジョン以外もしっかり管理しておきたいからね。モンスターの種類とか数、魔石の大きさ、ドロップアイテム、あとは地下水路のマッピングも進めておきたいんだ。本当なら住み着いちゃったモンスターを駆除できるっていうのが一番いいんだけどね。そういうことでしたら任せてください。だけどどうして僕なんです？ただエイナさんならもっと強くて経験のある冒険者の知り合いもいるんじゃん。なんとなく近い人っていうか。そんな僕なんかに。ありがとうございます。他にも頼める人がいないわけじゃないけど、なんとなく貸しを作っちゃうのに気が引けて。その点ベル君なら安心だし。安心というのはどういう？あんまり気にしないで。さあ準備して早く行こう。あ、はい。じゃあ早速この辺りから調査を。はい、エイナさん。その方向、ここでツイールとして。おニューの衣装にゃ。あまり期待はしない。しベル君ありがとう。すごく調査しやすいよ。あ、はい、お役に立てて何よりです。その方向、ここでツイエルとして。さあ、進撃を始めましょう。ちょっと休憩しよっか。ベル君も戦い続いちゃってるし。これくらい大丈夫です。ダンジョンに比べればモンスターも少ないですし。そっか、じゃあもう少しお願いできるかな。もちろんです、任せてください。ちょっと見ないうちに結構冒険者らしくなってきたかな。魔石の大きさは、量はで、すごく細かく記録してますね。うん、これがギルドの、ひいてはオラリオの資産になるからね。よし、バッチリ。それじゃあ進みましょうか。あ、ごめん、ちょっと待って、こっちにも魔石が落ちて。エイナさん、伏せて。え？暗黒の時代を覆す光に。さあ、喜劇を始めましょう。暗黒の時代を覆す光に。私のものだ。こちらこそ気づくのが遅くてすみません。あ、ううん、ベル君が謝ることないよ。助けてくれてありがとう。いえいえ、エイナさんに怪我がなくてよかったです。今のモンスターは天井に隠れていたみたいですね。次から気をつけないと。ちょっと待っててね、すぐに記録しちゃうから。そういえばベル君、最近バレンシュタイン氏とは会ってるの？なんですか急に。前にバレンシュタイン氏の顔を見て逃げてたじゃない？あれからちゃんと話せるようになったのか少し気になって。そんなこともありましたけど、今は大丈夫です。
時々会うこともありますし。そっか、よかったね。最近ベル君とゆっくり話す時間もなかったし、ちょっと心配だったんだ。すみません、気を使わせちゃって。ううん、特にアドバイスを必要としてないってことは、冒険者としてちゃんと成長してるってことだから。はい、ありがとうございます。でもあのベル君がまさか憧れの剣気とお近づきになれてるなんてね。お近づきになれてるなんて言うほどじゃないです。前よりは少しだけ、その話せるようにはなりましたけど。ふーん、憧れは否定しないんだ。あ、いえ違う、食わないけど。それはそんなに慌てなくても。も問題はありません。だけどエイナさんからそういうこと言われると、その別に照れることないと思うけどな。とにかくアイツさんのことは大丈夫ですから。雲の上の人ってことは変わってませんし。そっか、他に最近不安なことはない？攻略に苦戦してるモンスターがいるとか、探索を継続していくための資金繰りがうまくいかないとか。もし何かあったらどんなことでもいいから相談してね。すみません、護衛しに来たのに心配ばっかりしてもらっちゃって。職業病かな、ついいろいろ気になっちゃって。心配かけないよう頑張ります。大丈夫だよ、以前に比べたらずっと成長してるみたいだし。あ、だいぶ奥まで来たね。ちょっと気を引き締めなくちゃね。あ、はい。少しモンスターの質が変わってきたように思いますね。場所によって生息するモンスターも変化してるみたいだね。大丈夫です、アイテムにもまだ余裕がありますし。そっか、でも無理は禁物だよ。じゃあちょっと記録するから。魔石の大きさも一回り違う、数も倍以上。もう少し奥まで行ってみます。うん、お願い。その方向、ここでチールと知れ。ここのモンスターもさっきの場所とは少し違いますね。こんなに差があると分布をマッピングに反映させる必要がありそう。冒険者のレベルによって侵入可能区域を区分けする必要も出てくるし。モンスターが近づいてきてます。下がってください。その方向、ここでチールと知れ。これが私だ。暗黒の時代を覆す光に。あまり期待はしないでおく。ここのモンスターは新人冒険者じゃ厳しそうだな。あれ、ドロップアイテム、ベル君拾い忘れちゃったのかな。あれ、ベル君はぐれちゃった。迷うことはないし、元来た道を戻ればモンスターに遭遇する確率も。とにかくベル君と合流しなきゃ。ベル君！
くん、どこなの？え？水か。エルくん、どこにいるのよ。ダメ、こんなんじゃ。私はギルドの職員、大人なんだから。でも怖いよ、テル君。あれ、明かり、もしかしてベル君？な、何この部屋。しかもこの散らばっているの、酒瓶？まさかモンスターたちがお酒を。しまった、トラップ。エイナさん、僕の後ろに。ベル君、行くぞ。お、来るのか。あまり期待はしない。うっせー。大丈夫ですか？すみません、モンスターを追撃していたらエイナさんを見失っちゃって。それより今道を開くのが先です。うん、暗黒の時代を覆す光に。すべては手のひら。あっという間に倒しちゃった。すごい。まだ残ってます。あいつちょっと手強そうですね。ありがとうございます。もうエイナさんに怖い思いなんてさせませんから。ベル君、あいつさえ倒せば。ミャの独壇場にゃ。必ず手に入れてみせる。怪我はないですか？うん、大丈夫。それよりごめんなさい、つい記録に夢中になっちゃって。そんな、エイナさんは悪くないですよ。ううん、本当にありがとう。すごくかっこよかったよ。え、そんなことは。あ、そうだ。それよりベル君、この酒瓶、これモンスターたちが飲んでたなんてことあると思う？え？ベル君、固まっちゃってる？お酒を飲む知的モンスターが存在する可能性あり、再調査を希望。調査報告書はこれで提出。エイナ、業務中にすまない。ちょっといいか？あ、リベリア様、何でしょうか？ん？その報告書、知的モンスターの存在？ああ、地下水路の一角で飲み散らかされた酒瓶があったんです。あの辺りはモンスターしかいないはずなので。リベリア様？申し訳ない、エイナ。それはうちのバカ者ロキの仕業だ。え？本当に面目ない。